これはね、もう一番多いです。フランスで。狭いお部屋だったら、お部屋ほど、私はこれぐらいの大きいのを選んでもらいたいです。こちらのメリハリのある柄を選んでいただいた方が。お部屋自体は生きてくるかなと思うんです。狭い方が特にね。こんにちは。今日もお願いします。はい。今日はね、えっと、長い長い船旅をして、やっと。 このベイイジャフロールル、はい、スラエルからやってきました、はい、まあ今回入荷したものの柄のまあご説明とそれとね一番多いのがやっぱりサイズのどのサイズを選んだらいいかっていうののご相談が一番多いので、はい、そちらもその,あのポイントをね少しご説明したいなと思います。はい、はいお願いしますでまずはねこのここのアステのテーブルの下にも敷いてるんですけど、はい、こ,のこちらですね。 これが、はい、ガンビットイタリアーノって言うんです。<ー>うん、で、これね、何気なしに、まあ、ヨーロッパの街とか歩いてると、はい、こう石畳多いなとか。こういうタイルのね、床多いんですけど、やっぱそう言われたらね、これイタリアにめっちゃ多いです。で、これがね、はい、えっとね、お店ではやっぱり一番人気なんですよ。 でこれ大きいのを見ていただいても、はい、こ,のこれは一番ちっちゃな玄関マットなんですけどね、はい、見ていただいてもやっぱりね 白の部分が多いから安心感があるのかなと思うんです。でまあこれがすごくお好きで、うんえー、買っていただくのはねすごくいいと思うんですけど、はい、結構どんなところにも入りやすい柄なので、はい、えのすごくモダンな白っぽい感じの北欧テイストの家具にされてても、はい、それからあとこう結構こういうねあせのな濃い色の家具とか、はい、そういうのでもあの合わせやすいので、うん、えと全然いいと思うんですけど。 あまりこう守りに入らないでこれ自体がこうお好きっていうふうに思われたら、うんはい、まあ割とこうどういうインテリアにされてても合わせやすいので一番のこう安心なアイテムかなっていうふうに思います、はいはい、その次こちら、はい、バウハウスシルバーっていうババウハウハスシルバー、はい、名前なんですけど、えーはい、これはねうん、うん、もう一番多いですフランスで。 もうどこ行ってもここの柄です<ー>でこれはあの、えー、とアステンさんのノートブックとかにも使われている柄で、はい、こう本当にフランスでは一般的な柄なんですね。こちらの柄はね、はい、すごく濃い色の家具とかあと鉄の家具とかね。はいうんあ かっこいいところに入れてもらったらすごいいかっこいいですそれとあとまたねこの柄っていうのは赤とか黄色とかそういう色が入りやすくなる柄なんですよ。はい、なのでもうちょっとこうお部屋をこうグッとしまった、はい、カラフルなんだけどかっこいいみたいな、えー、とイメージの時これフランスを代表する柄なんですよね。はいはい ガンビットチェスアンティークです。次は。こちらのね、えーはい、柄になるんですけど、うん、これ、あの、はい、同じ柄が3種類あるんですね。だけど、それぞれ名前が違ってます。うんはい、で、これはガンビットチェスアンティークで、これもいろんなサイズがあります。はいはい、で、これぐらいになるとね、やっぱり皆さんね、 こののあ堆肥が激しいからこれが大きくてね少し心配される場合もあるんですけど全然安心して使っていただいたらいいと思います。でこちらがチェスアンティークでしょでその次にこれが私のお家にも敷いてるんですけどねこれが。 シスターフードガンビットって言うんですよ。はい、で、これは、あの、えっと、2枚をつなぎ合わせるというか、こう合わせて使って、はい、それで正方形にできるやつなんですね。私は円形のテーブルなので、あのそちらを使ってるんですけど。はい、<で>オーナーのご自宅ですね。は,はい、そうです。これは、そのエクステンションです。 はい、真ん中の部分、ね。そうです。真ん中の部分で、はい、こう正方形をもっとこう。長方形にしたいとき大きくしたいときに、これを使う。ううん、はい。うん、で、これも。こういうふうにね、合わせて使うと。全く違和感なず、あ<ー>まあ、これちょっと違う種類なんで。はい、若干ズレがあるんですけど、ここの。津波ぎめが。全く分かんなくなるんですよ。ちょっとこれ、違う種類なんでね。少し大きさ違ってるんですけど。はい わからなくなくりますでこれはこうして合わせる時私はただ置いてるだけです<あ>で本当にしぎ込んでしまいたい場合とかは、うんはい、再剥離できるようなのり売ってるので、うん、それで使われてもいいんですけど、うん、なのでこれはあのエクステンションなんですけどこうちょっと重ねた方がいいですかとかねいろいろおっしゃるんですけど<ー>もう全然普通にこういうふうに、はい、大概こう住宅用の床ってまあフラットなので <laughs>、はい、ほとんど問題なくね。 うん、違和感なく使っていただけると思います。ピタッと置くだけで綺麗に。はい、そうです。なのでこれは最大二枚合わせて二メーター五十なんですね。はい、で、このエクステンションを入れると、このエクステンション名前でも入れれるので三メーター五十、はい、それから四メーター五十という感じでつないでいけます。<へー> <laughs> めちゃめちゃ大きくなります。<laughs> 真ん中をどんどんつないでいきます,、ね、す。なのでもうほとんど敷き込みぐらいの感じでしていただいてもいいんじゃないかなと思います。<laughs> う<ん>はい。 これは同じ柄で敷き込み用になるんですね。で、これはチェスっていう名前がついていて、はい、で、これをどんどんこう、あの、縁がないので、横も縦もつないでいくっていう感じなんです。で、これいろんな、あの、えー、サイズが出てるんですけど、これは幅が80センチで、はい、えっと、1メーターなんですね。はい、それと、80センチと2メーターのにしてます。 もうカットも結構簡単ですし、はい、それからつな、えっと、いでいくのもそんなふうに違和感がないので、うん、どんどんつなげていってもらったらなと思います一番ねご心配されるところなんですけど、うん、皆さんねあの最近ちょっといろいろしてくださってて、はい、簡単だったよって言って言ってもらってます、はいうん、全然大丈夫なんで、うん、安心して使っていただいたらなと思いますで今回この敷き込み用っていうのは初めて入れたんですけど、はい、皆さんねお手洗いにちょっと 使ったよとかたくさんねお写真頂いてますと敷き込み用ののがもう一種類あってこれ同じサイズでバウウハス先ほどね見ていただいたバウハウスよりはかなり柄が大きいんですよこのね先ほどのがこちらなのでそうですね で今回ねこのシルバーっていう名前が付いててこっちは、はい、前回入ったのより若干ここがお色がね濃いんですよ。ここれとこれととちょっと 違う感じで、ね、そうですね。うんうん、ちょっとこ,こっちの左の方が白っぽい、ね。はい、そうですね。日本の白い壁の部分にはこっち違和感なく入るかなと思います。で、うん、はい、やっぱりどっちかといえばこれは濃い家具にしてるんだけど、うん、こうちょっとセンスよくかっこよくしたいみたいな時にあすごくいいかなと。まあどちらでも大丈夫なんですけどね。どちらかといえばですはい。はい こちらも大人気で、ダムカクラシックアンティーク。 これもね、はい、まあよく見る柄なんですよ。あの、この柄もね。それで、うん、こちらがね、人気なのは。はい、最初に見ていただいた柄と一緒で、はい、やっぱり、こうちっちゃいのが、こう安心感あるのかなと思うんですよ。イメージとしてはね、その色とかのイメージとして、ほとんど変わらないんですけど。はい、まあ、ここの対比が可愛いですね。ここちょっとこう色が入ってて。ああ、そうですねうん、うん。なので、まあ、あの、すごくこう人気で、えっ、ー、と、はい、以前、一緒にね、ヒデさんと行かしてもら。う また神戸のコスモンションのね,ねダイニングの下にも敷いていただいてるんですけど、はい、でこれはあのまあそういう意味ですごくねあの安心感あるんですけど、うん、お部屋を、うん、がちょっと狭いから、うん、あの本当はこっちの柄が好きなんだけど、うん、これの方が安心かなって。 っってていう風にして買われるのはちょっと違うかなと思うんですよんで、その場合は狭いお部屋だったらお部屋ほど私はこれぐらいの大きいのを選んでもらいたいですこちらのメリハリのある柄を選んでいただいた方が、はい、あのお部屋自体は生きてくるかなと思うんですうん、うん、狭い部屋特にねで狭いお部屋だからちっちゃい柄にってなるともう全部がこうキュッキュッキュッとなっちゃうんですーんあのカーテンとかは別なんですよ 狭いお部屋で、まあ、天井も低いお部屋に大きい柄を持ってくるとちょっと圧迫感あるかなみたいなんですんだけど床は違います。 えー、なんでしっかりこうパンとこう、勇気出してね、はい、メリハリある感じで、おっきいの選んでいただいたらいいと思います。あ<ー>まあ、これはこれでこう、ちょっとこうちっちゃい感じの可愛らしさがあるので、反対に、なんてうんですか、はい、大きいお部屋の方がこういうのって。良かったりします。なるほど。うん、だから、まあ、ちょっとこう反対なんです。そうですね。はい。あ。絶対そうでないといけないってないんですよ。ちっちゃいお部屋で、これも全然いいんですけど。これでないと、お部屋が狭いから、また狭く見えてしまわないかなって。 ご心配で、これ選ばれるんだったら、はい、私は思い切って、大きな選んでいただいたらいいなと思います。はい、はい、こちらが、アルモンドミントアンティーク。はいえー、ミントってね、まあ、このミントの柄なんですけど、<ー>これだけ、なんか、ちょっと違う感じするでしょあ,あ、そうですね。ちょっとテイストが,違うが、ね。はい。こういう柄も、やっぱり、ヨーロッパ行くと、多いんですけど、はいえー、やっぱり、ちょっと。 若干南の方かなと思うんです。やっぱり少しこうモスク柄というかね。う,んうんそんな感じか、何仏とかに多いような気もします。<あ>イタリアとかね。確かに。イメージ、うそうですね。あ、本当ですか。あの気がします。ベンジャフロールってもともとイスラエルだから、はい、ああいうこうなんていうんですかね。モスク柄をメインでこう。うん、作られてるんですよね。<ー>なんで、まあ、ちょっとこうチョイスがもっとこうモスクの柄みたいなのはたくさん。 あってだけど私はまあこの色しか選んでないんですよ。そっていうのはこのミントのこの色がすごくやっぱりフレンチの洗練されたヨーロピアンな感じがするのでこれを選んでます。 モスク柄を入れるっていうのは、はい、インテリアの中にこうなんかエスニック入れるっていうねですごく洗練されるからうまあそういうのもいいかなと思うんですけど、はい、私はまあ日本の住宅にやっぱ合わせやすいというかこう入れてもう劇的に変化して可愛くなるっていう感じで使っていただきたいので <laughs>、はい、まあどちらかといえばこの、えー、とモスクの感じよりはこういうあのフレンチとかイタリアンを感じさせるジオメトリックというかね幾何学模様がいいかなと思ってそれメインにやってるんですけど。はい はい、雰囲気を壊さずに、えっと、少し洗練させたいってなった時に、うん、やっぱりこれってすごくいいと思うんですよ、はい。なのでもうイメージを極端に変えるというよりはあの今作られてるお家のイメージを壊さずに、うん、こうすんなり入って洗練させる、うんまあ、そんな効果あるかなっていうふうに思います。 今回、ねはい、入荷したのの柄を順番に説明させていただいたんですけど、はい、こうサイズもこうメーカーが作っているサイズの中から、はい、全サイズはちょっと取れてないので柄によってあるサイズとないサイズとありますなのでこのサイズがいいかなっていうのを考えて頂い,いてから、はい、まあ柄を後で考える方結構なんかこういうのってサイズ選びなんか僕すごい難しいなと思ってたんですけど。 <laughs> あのまずはキッチンマットの場合は、はい、まあキッチンの長さに合わせて選んでいただいたらいいかなと はい、思いますそれプラスキッチンの場合はね、はい、もうほとんど敷き込んでるような感じで1 4 0ける2 2 0っていうサイズね、うんはい、割とキッチンに使っていただけます<ー>もう全体的に引いちゃってるっていう感じなんですけど、はいうん、でキッチンマットの場合は幅がだいたい80とか60なんで、はい、その,あのカウンターの長さに合わせて選んでいただいたらいいかなと思います。うん ダイニングに置く場合ダイニングテーブルの下に置いていただくことが多いというか、うん、まあそれ用のものなんですけど、はい、このフロアマットってカーペットだとねこの椅子のこれで傷んじゃうんですよやっぱ何年も使っちゃうと。なのでまああまり何も敷かないというのが多いんですけど、はい、やっぱりこれを敷くことによってエリアができるんですよね。うんうん なのであのよくねあのテーブルのサイズがこれだからどのサイズがいいですかみたいな感じでご質問いただくんですけど、はいまあ、もちろん家具に合わせてもいいんですけどやっぱお部屋に合わせていただきたいんですね。でパッとこう見た時に人があここはダイニングのスペースなんだなっていうふうに認識できるにしていただきたいんですね。なのでここに敷いてあるのは一番大きいサイズ 195×3m の。195 ああ一番大きいのを引いてるんですけど、はい、これを敷いたからといってこのサイズのテーブルを合わさないといけないこれぐらいの大きさのテーブルを合わさないといけないっていうのはないですああいろいろこうちっちゃいテーブルでこうコーヒーテーブルみたいな感じのね合わせてるのとかああ、はい、見ていただけるようにしてるので、うんうん、参考にしていただいたらなと思います。 大きいのとちっちゃいのとま微妙なサイズがね展開しているので、はい、えっと悩まれたらね、私は大きい方を選んでもらいたいです。それはえっと大きなお家に住まれている方もちょっとコンパクトでもっとお,お部屋を大きく見せたいなっていうふうに思われている方も共通で大きめがいいです。うん、っていうのはねやっぱり物って。 大きいのとちっちゃいのとあったときに全く同じクオリティの全く同じものでもやっぱ大きい方がクオリティはよく見えるんです。なのでまあ本当に手作りのものとかね、はい、人の手工芸で作っていったものっていうのは大きくてもちっちゃくてもそれなりの存在感ってあるんですよ。だけどこれは本当に頭の人たちが合理的に考えたでおしゃれになるっていう特殊なビニールなのでそこは割り切って使っていただきたいんですけど。 ちょっと大きめの方が私はクオリティ的にはよく見えるかなというふうに思います。で、えっ、ー、とまあピッタリの大きさがなくてもこれは本当に d y y 用に作られているのでね、はい、あのしっかりこうカットしてえっと使っていくっていうふうに考えていただいたらいいかなと思います。でこれは、はい、あの今ね夏なので今日朝これ広げてこうペタってなってるじゃないですか。そうですね。はい、うん、巻いてるものなんで本当クルンとなっているんですけど、はい、えっとね熱で柔らかくなる。 ああそうなので火、はい、に当てたらもう30分ぐらいでフワってまっすぐになるしそれから床暖房とかつけてもらったらピタッとなるんですけど、はい、本当にこうなんていうかあの柔軟性があるというかあの床にフィットするいい素材なんでねそこがまあプレミアムっていうのがついてるんだと思うんですけどぜひね ご検討いただいたらなと思います。はい、またね、あの、個別のサイズの、本当にあの、お悩みはね、ご相談いただいたら、はい、あの、お写真とか見せていただいたら、はい、はい、アドバイスというか、はい、ね、提案させていただきますので。はい、概要欄に記載してます。 それともう一個だけあのねよく似た場所にまあ例えばこうキッチンカウンターのところのキッチンマットとこのダイニングスペースのにも引きたいけどえっと柄合わせは同じものの方がいいですかっていうのをよくお伺いするんです。確かにそれも気になる。気になりますか？わかんないですね。はい。でね揃ってたら揃った感はあります。はい。 全然おかしくはないです。だけど、これだけこういうふうにして、全然違和感ないから。私は、はい、その方の個性で、あの、違ったものを入れていただいても、全然いいかなとは思います。まあ、好きな組み合わせで、まあ、おいても、全然そんな変ん。全然いいと思います。はい。例えば、こう、きちまと、これにして、それで、この、おき、あの。 あはい。こちらの柄をね、あの広いスペースに引いていただくとかでも全然いいと思めっちゃ可愛いし、こう効率的にね。そうですね。これ隣同士に合ってまめちゃめちゃいい。はい。全然違和感ないんで。これとこれも全然いいし、全然違和感ないので。はい。あのそれはこう組み合わせ自由に効くようにあのチョイスしているので。はい。そこは玲子さんを信じて。そうですね。はい。はい。ブランドジで扱っているからはまあどれをやっていただいても。 いいと思います。はい。はい。そんな感じで、はい。またあのご検討いただいたらと思います。はい。で、また今お申し込みいただいている方、少しお待ちいただいているんですけど、頑張って最短で届けますので、はい。今待っててください。発送準備、そう必死なんです。はい。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねお願いします。